家好，青色的时刻我有了辛苦，我能给大家吗？我是陈静，今天也请多多关照。時間の流れ本当に早い、毎週言ってますが、また、週末金曜日来ましたね。時間過得真的好快，又到了周末星期五。まず明日ライブのお知らせさせていただきます。先向大家宣布一下明天直播的事情。アシタのライブは夜の8時からさせていただきます。明天的直播在星期六晚上8点开始。もしアシタ土曜日夜みんな時間8時から空いてるならぜひこのチャンネル通じてちょっと交流させていただきます。よろしくお願いいたします。明天晚上八点直播开始，希望大家如果有时间的话，通过这个平台进行一个交流。はい、とりあえずもしよかったらぜひ明日夜8時ライブでお会いしましょう。今日の中国語忘れましたね。もし如果明天晚上八点有时间了，一定在这里，希望大家一起交流一下。今日の内容は马部合掌，そして并部推掌，繰り返していきます。今天练习的内容是马部合掌，并部推掌。然后呢，この動き通じて何がこう変わると言ったら、すごい足のその筋力と腹筋、結構腹筋使います。普通の貧乏麻布連続じゃないので、後で一緒にやると分かります。今天的麻布合掌和并步推掌不是一般的，就是非常简单的并步推掌，所以经过练习后对于腿部力量还有腹肌有一定帮助。はい、それでは今日もよろしくお願いいたします。好的，那今天也请大家多多关照。はい、じゃあそれでは行きたいと思います。すごい簡単な動き、それでも一回、まず見本見てください。现在开始我做一下动作，大家先看一下示范动作。これだけです。就是这么一个简单的动作。はい、皆さん一緒にやっていきますよ。まず手ね、はい、体の横から一番頭の上に合掌して、そして次胸の前にね、胸と10センチくらい離れて胸の前に下ろして動かないようにしていただきます。これはね、合掌。そしてその時は麻布、麻布の時両足同時に開くようにしていただいて、麻布完成。そして并掌の時は両手胸の近くに来て、はい、まっすぐ出していきます、ね、はい、じゃあいきますよ。このままパッ、まっすぐ出していきます。そしてまた手上に向いて、はい、合掌しながら麻布。はい、じゃあ次また并步推掌、これで繰り返していきたいと思います。はい、じゃあそれでは中国語をもう一回説明させていただきます。はい、两掌从身体两旁缓缓放到头上，然后落于胸前有10公分距离，有10公分的距离。
然后两腿同时分开做马步，然后并步的时候两手从自己的这个腋窝，哎，同时推出，然后两脚并步跳起平步。はい、OK、それでは一緒に、马步并步一つ計算しますので一緒に5回やります。はい、大家、一起做五组，就是从马步到并步推掌，这算一个动作，做五次。好，现在开始，我们开始吧。还并步合掌，啊，马步合掌，对不起，还并步推掌，一起，还你。这是第二组，第三组，嗨，第四组，嗨，五，嗨，五台，五組やりました。五组，给练了一下，然后。今までまたね、日本語を言って、そしてまた中国語もう一回言うのは、まだ慣れてないので、少々遅くなったな気がしますので、皆さんも理解した上で、応援していただいたら嬉しいと思います。そして、あと今日はちょっと濃度が、声、ちょっと、なんかかすってますよね。最近は、教室レッスンも多いし、それでなんか空気も乾燥になってきてますので、ちょっと声がこの声ちょっと、聞き取りにくいかもしれない。さっき喋る時も、ちょっと気に、私は自分気になってます、申し訳ないんです。ちょっと喉雨また後で舐めて、うろうて、できるだけ声、明日普通に喋れるようにしたいと思います。さっきの、並步、推掌、马步、合掌の組み合わせ練習しました。すいません。ちょっと、中国語と日本語、そしてこの声であまりスムーズじゃなかったんで、申し訳ないんです。で、明日、8時、夜の8時ライブでお会いしましょう。そこまでにノートをスッキリするように頑張ります。今日もありがとうございます。で、今天因为嗓子可能有一点就是不太清晰的感觉，一个是最近上课有点多，然后这个空气有些干燥，所以嗓子是这种感觉。我自己说话的时候也比较，因为有一些分心不舒服，怕大家也听不明白，所以这个有些刚才上课有些停顿瑕疵，还请大家多多原谅。然后我多吃一些对嗓子比较好的东西，然后有含一些喉片，希望明天在大家与大家交流的时候，不像今天是这样一个声音。好，今天谢谢大家。それではまた明日ライブでお会いしましょう。好的，那就这样，明天直播见，拜拜。